これからどんな人に来てほしいですかということで、左右のページでどの人が欲しいかということを話していくわけですけれども、どうですか、これからまた年下の人が欲しいとか年上の人が欲しいとかそういうのってありますか。いや、年齢はあんまり関係ない。ただこう想像力豊かな人であれば全然あの適応力があると思うんです、うん、その凝り固まったなんかこう例えばコーラって言ったらそれをコーラとしか認識しないみたいな、そうじゃなくてなんかなんていうんだろう、一つのことを多角的に見れる人、うん、がいいんじゃないでしょうか、うちの会社にとっては。まあそうですよね、うん、ベンチャーですからね、自分たちで何でもやっていかないといけないっていうのがあるので、うん、けど長くいればいるだけ先入観っていうものが絶対生まれると思う。生まれますね。だからうちが使ってるアプリもそうだし、もう時間を貯めて使えるっていうのもまず一つの、それは尺度があって、もしかしたらもっといい切り口があるかもしれないけど、うん、でもずっと一個に浸ってるとそういう感覚って薄れていくから、新しいこう風を吹き込んでくれる、そういう人はいいんじゃないですか、うん、年齢問わず。そうですね、うん、まあ、年齢はそこまで気にしてないのかなっていうのがありますね、上の人が、うん、やる気さえあればっていうところもあるとは思うので、うん、僕も未経験帰ってきて今ウェブのサイトの構築とかそういうのやらせてもらってるとかはすごいいい環境だなと思うし、うん、どうですか女性として。そうですね、女性一人とか、はい、やはり女性が欲しいですね、うん、どうしても男性、私以外の男性なので、うん、やっぱり考え方が違うなって。全然違いますからね、やっぱり同じ女性としてちょっと女性らしさを、うん、そうですね、仲間欲しいです、うん、いろいろ文言とかね、いろいろ考えてもらうときに女性の力っていうのが重要になってくるので、本当に土木さんに助けてもらっているところはいろいろあるので、考え方が、うん、まあでもどうだろうね、女性がいっぱい増えてくれることはすごい嬉しいよね。まあ普通にね、普通に嬉しいです、うん、なんかね、ずっと同じメンバーでやってると、うん、生まれるもの、生まれないというか、そう、新しい風が入ってくることによって、うん、また違う考え方でね、うん、影響されて、また違う方向に持っていけるというのもあると思うので、うん、女性だったらどういう人がいいですか。女性だったら、うん、私はどちらかというと、あまりなんか積極的に意見を言える方でもないので、うん、明るく、自分の意見をもっと主張できるような人に入ってほしいですね、うん。まあそうです、まあ、ベンチャーだからどんな意見言ってもらった方が嬉しいですもんね。そうです、ね、どんな意見でも本当に、まあ、社風的にもね、言ってその頭ごなしにいやそれないでしょっていう会社でもない。絶対ないですもんね、言われたことないですもんね、うん、そうです。言える環境であるっていうのは、うん、いろいろ発言できる環境っていうものを作っていただいてるなっていう感じもしますし、